アリアです。ユナです。レイラです。ピンク、ラテ、ピー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は日頃の鬱憤をバドミントンで晴らしてみたです。イエーイ。みんなでバドミントンをしながら日頃のストレスを持ってやっていきたいと思います。ではどうぞ。ルールは、言葉に詰まったまたは落としたりしたら1点相手に入ります。5点先取です。まず最初にアリアちゃん対レイラちゃんです。バドミントン全然したことないからやばいかも。頑張って。絶対落としちゃう。スタート。ちょっと待って、ほしい。あ、ごめん、ちょっと待って。これはどうすればいいですか。ルールが、言葉に詰まったら負けです。落としてもいいんですけど、ラリーが続いてる時に言葉が、あ、どうしようってなったら負けです。宿題が多すぎる。宿題が多い。ごめん、レイラちゃんからお願いします。早くコロナ終わってほしい。ちょっと、なんでできないの。課題が多いよ。アリは極端に下手ですね。はい、すみません。なんでできないの、アリア。みんなと遊びたい。やっと打てたわ。マスクがきつい。いい感じ。これだ、悪い。なんでこんな極端に下手なの。友達と遊ぼう。もう私は無理なんだ。じゃあ次、レイラちゃんどうぞ。コロナ嫌だ。マスクきつい。難しい。まだ悪くなった。考える人。暑い。終わりです。じゃあゆなちゃんどうぞ。いきます。コロナ、僕のせいで夏休みなくなるじゃないか。課題も嫌だ。暑いだよ。キラ、学校までの道のりが暑い。学校のエアコンが効かないんだよ。早くロケしたい。以上です。はい、発送できました。できました。できました。すごい、パシーってめっちゃ地面に打ってきました。2人ともめっちゃ前のやりやだけできなくて、余計にストレスが溜まっちゃいましたね。なんで打てないのって。もう。こうやってね、みんなも日頃のストレスを、やった方がいいと思います。楽しかった。じゃあみんな、ストレス爆発しちゃおう。もし、この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。